皆さんこんにちは、原田博之です。原田博之の語り引きライブアンコール気分、原田博之 with シエスタのですね、キャトルセゾンという4つの、四季を歌った1曲ずつ担当した曲があるんですけど、夏を担当した恋のマルティニーク。愛しいもナムールもナムールもナムール、僕のアムール届けもナムール。真っ赤なソレイユ青いラメール、恋のバカンスボンボヤージュ、真っ白ニュアージュサラサラプラージュ、君と出会ったマルティニーク。愛しいモナムールモナムールモナムール、僕のアムール届けモナムール。君はフランセス僕はエトランジェ、見上げる空にエトワール、君とエグリーズそしてマリアージュ、二人を包むリュミエール。愛しいモナムールモナムールモナムール、僕のアムール届けモナムール。愛しいモナムールモナムールモナムール、僕のアムール届けモナムール。愛しいモナムールモナムールモナムール、僕のアムール届けモナムール。愛しいモナムールモナムールモナムール、僕のアムール届けボナムール。恋のマルチに行くという曲でした。もう一曲ちょっと久しぶりにやりたくなった曲があります。どの道この道。はいはい、もう15。はいはい、あんなに騒いで別れた二人が元さやに収まり笑顔を見せる。最初から多分そうなる気がした。巻き込まれた友達も呆れてる。思い切って別れを告げても素直になれば元の僕は見、どの道この道だよ、それならその先へ行こう。はいはい、アンコール。けどお金にならない、僕はやめるよとギターを置いたのに、明日からはもっとマシな道を行く。そんな鼻歌が新曲になってる。諦めてその道をそれても、回り道で元の僕は見、どの道この道だよ、それならその先行きつけの店のカウンターでちょっと酔っ払って、管を巻いて大口叩いて、ないものねだりの空想話で時間を潰してもごまかせないよ。勇気出してその先へ行こう。引き返してやり直してみてもたどり着いて元の僕は見、どの
先へ行こう。思い切って別れを告げても素直になれば元の僕は見どの道この道だよ。それならその先へ行こう。諦めてその道をそれても回り道で元の僕は見どの道この道だよ。それならその先へ行こう。はいはい、最後やで。はいはい、どの道この道という曲でした。また見つけていきます。おまけのコーナーになりました。もう初期の初期に作ったサウンドですけど、松本エリハ。あなたからあなた以上のあなたを引き出す、ちょっと怖いね。インタビュアー松本エリハ。松本エリハというね、女優でインタビュアーでいろんなことやってる人のサウンドロゴでございました。また見つけてきます。